ガイシャは男も女もお前と面識がなかったってことだったな、キリュウ。ああ、タスカーは写真で見たことがあるだけだ。女の方は顔も名前も知らない。そうか、まあそうだろうな。しかし仏になってた達川は例の赤ん坊の父親って話だったな。すると達川はお前が親代わりになって育てた娘に子供をはらませた元ホストだ。お前がその達川をぶち殺したっていうストーリーも十分考えられる。よせよ本庄、くだらねえ難癖つけんな。完全にしろって証拠が出ない限り事件の関係者は全員グレーでしょう。達川はホストを辞めた後アジア街に出入りしてた。中国マフィアの情報屋だったらしい。そのことを警察は知っていたのか。いや、全くマークできてなかった。だが達川をやったのはおそらくその中国マフィア最妖怪の連中だ。これまで奴らが関わってきた殺しと凶器や手口が似ている。ちなみに言うと達川と一緒に死んでた女はカムロ町のホステスだった。達川と付き合ってたらしいが、かわいそうに巻き添えになっちまったんだろう。伊達さん、あまり事件の情報をこんな奴に話しちゃまずいでしょ。桐生は広島まで行って赤ん坊の父親を探し出したんだ。そいつが死体で見つかったとなりゃうちにも役に立つ情報を持っている。達川の身元がすぐに分かったのも桐生のおかげだろう。ならこっちからもある程度の情報は出してやらねえとな。お二人のやっていることは慣れ合いにしか見えないんですよ、俺にはね。こいつがヤクザだったのはもう昔のことだ。いいんだ伊達さん。それよりこの後またセレナで会えねえか。他にもいろいろ聞きたいことがあるんだ。わかった、俺一人で行く。キリュウ、お前は先にセレナ行って待っててくれ。ああ頼む。